長良川球場長良川球場は岐阜県岐阜市の岐阜メモリアルセンター内にある野球場。施設は岐阜県が所有し、岐阜県イベント、スポーツ振興事業団が運営管理を行っている。現在、岐阜メモリアルセンターがある岐阜市ながら福光には1965年開催の岐阜国体に合わせて、 前年の1964年に開場した岐阜県営野球場などのスポーツ施設があり、また約200メートル離れたところには岐阜刑務所があった。しかし、いずれも老朽化などにより閉鎖され、刑務所も市内の離末に移転。これらの跡地は総合運動公園、岐阜メモリアルセンターとして再整備されることになった。敷地は1988年に開催された。 ギフチューブ未来博のメイン会場として使用され、未来博終了後からメモリアルセンターの整備事業が本格的に始まり、このうち長良川球場は1991年春に完成、4月1日に開場した。同年以降高校野球、社会人野球などアマチュア野球公式戦が行われているほか、プロ野球公式戦も開催されている。このうち名古屋市に 本拠地を置く中日ドラゴンズが毎年主催公式戦とオープン戦をそれぞれ1試合ずつ開催している。うち公式戦についてはかつては名古屋ドーム3連戦の初日もしくは最終日の試合を長良川で開催する形式をとっていたが2000年からは福井県営球場との2連戦で開催されるようになった。これは以前同球団が毎年開催する北陸シリーズが 福井と石川県立野球場、金沢市、富山市民球場アルペンスタジアムとの3連戦で組まれていたものの、この北陸シリーズは平日のナイター開催である上、試合終了直後に次回最地の宿舎へ直接バスで向かうため移動による負担が大きかったことから、選手会からの提案を受けて分割し、金沢と富山、福井と長良川とのそれぞれに連戦に再編したのに、伴う措置である。 ただし2008年の以降の公式戦は、福井での開催がなくなったため、3連戦の初戦を本球場で、後の2試合を名古屋ドームで開催するようになっている。2012年は、豊橋市民球場、東球場、名古屋ドームの順で、3連戦の中日にあたる。現在プロ野球ではこのほか、巨人が毎年オープン戦とに軍公式戦を開催しており、2009年6月30日には、 岐阜県内で58年ぶりの一軍公式戦、対、広島が開催され、以降は、改修が行われた2011年と2018年を除き、毎年1試合ずつ一軍公式戦を開催している。また、1991年から1997年の間、広島東洋カープ主催による公式戦が年2から3試合開催されていた。 この広島戦の相手球団は全試合、中日ドラゴンズだった、1994年は、中日主催で1試合、広島主催で2試合開催。なお、タックアウトは、通常の主催試合同様、広島が1塁側、中日が3塁側を使用した。これについては、ホームアウェーへの項も参照。なお、テレビ中継については、中京広域圏向けは CBC。 TBS 系列が制作し、CBC が編成上の都合で放送できない場合は、広島主催ということもあり、岐阜放送、GBS、独立 UHF 局が CB 制作で放送する場合もあった。広島県域向けは、CBC と共同制作の形で、同系列の中国放送、RCC が放送する場合と、実況を RCC が差し替える場合と、 CBC の実況をそのまま放送する場合あり、広島ホームテレビ、ホームテレビ朝日系列が名古屋テレビ放送の協力で広島地区向けに別制作する場合があった。この他、近鉄バファローズはかつて名古屋球場で年間8試合、おおむね3連戦が3カード前後の主催公式戦を開催していたが、1991年から1996年までの間、 この名古屋シリーズ3連戦のうち年に1試合を長良川球場で開催していた岐阜県には近鉄洋楼線、県洋楼鉄道洋楼線が走っていた長良川球場でのプロ野球は年間数試合ではあるものの時折名ゲームが行われたりトラブルやアクシデントに見舞われたりする全国高等学校野球選手権岐阜大会の開会式と準々決勝以降の試合は この長良川で実施される、球場入り口には、戦前の選抜中等学校野球大会で、優勝投手となった岐阜商業学校、現県立岐商業の投手、松井映像のピッチング姿の銅像、栄光を目指してが混流されている。また社会人野球では、毎年4月下旬から5月上旬に行われる、ジャバベーブルース配送脱大会のメイン、開催球場となっている。 プロ野球開催球場では例が少なくなってきたが、長良川球場ではプロ野球の試合で本塁打が出るとホームビジターを問わず場内放送でファンファーレが演奏され、バックスクリーン前に設けられたオーロラ噴水が水しぶきを上げるという演出が行われている。2004年に改修された際にスコアボードがカラー化され、フリーボード部が映像装置に入れ替えられた。 ジェット風船を飛ばすことができる。紙吹雪は禁止されているが、中日の公式戦、オープン戦では、右翼外野で大量に使われ、やめるようにアナウンスがあっても無視して続ける、ファン多い。長良川全国花火大会及び、全国選抜長良川中日花火大会が、開催される時には、夕方より、内野スタンドが無料開放されて、スタンドで花火鑑賞ができる。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。